パンテラ。パンテラは、アメリカ合衆国のヘビメタルバンド。1981年、テキサス州ダラスで、ビニー・ポールとダイムバック・ダレルの兄弟によって、結成された。翌1982年に、レックス・ブラウンが、1987年に、フィル・アンセルモが加入し、解散までの16年間この4人で活動する。80年代に発表した4作のアルバムは、 評価を得られなかったが、音楽性を大きく変化させた1990年のカウボーイズ・フロム・ヘルでプラチナムを得。1994年の脳札はビルボード初登場1位を記録。大きな成功を収める一方で、アンセルモの薬物依存症が原因で、バンド内の人間関係が悪化し、2003年に解散。さらに翌2004年。 ダイムバック・ダレルが射殺されたことで再結成の望みが立たれ、14年後にはダイムバックの兄であるビニーポールも亡くなった。1981年、ギタリストのダレル、アボット、後のダイムバック・ダレルとドラマーのヴィンセント・アボット、後のビニーポールのアボット兄弟を中心に結成される。当初はパンテラ、エスメタル・マジックと名乗っていたが、1982年に、 バンド名を短くし、パンテラ改名した。なお、パンテラとは、ラテン語、イタリア語、ポーランド語、スペイン語、ポルトガル語などで表を意味すると同時に、彼らの出身地である、テキサス州パンテ語に由来するものであった。同年にが、ボーカリストになり、レックス・ロッカーこと、レックス・ブラウンがベーシストとして加入し、メンバーが固定化される。バンドは、 独ッ役ワイエット・ライオットなどのサポートを務め、各地でライブを行う。1983年、地元パンテゴのスタジオで、デビューアルバム、メタルマジックをレコーディングし、自主レーベル、メタルマジックよりリリース。プロデューサーは、アボット兄弟の父であるジェリー・アボットが務めた。1984年、2作目のアルバム、プロジェクツ・イン・ザ・ジャングルを、 同じレーベルとプロデューサーの下でリリース。また、収録曲 All Over Tonight のミュージックビデオが制作された。1985年3作目のアルバム I Am The Night をリリース。収録曲 Hot and Heavy が2作目のミュージックビデオとして制作された。音楽性の相違から1986年にテリー・グレーズが脱退。バンドは 新しいボーカリストを探し、1987年にニューオーリンズ出身のフィル・アンセルもと出会い、バンドに迎える。1988年、新体制の下でホースアルバムパワーメタルをリリース。同作は1980年代のハードロックとスラッシュメタルを融合したサウンドを持ち、彼らの過去の作品と比較して、最もヘビーなものに仕上がる。 これにはアンセルモの重く鋭いボーカルスタイルが影響していた。これに手応えを感じたバンドは、それまでのグラムメタルの音楽性やイメージを捨て去ることを決意。後にグルーブメタルと評される独自の音楽性を追求し始める。なお、パワーメタルを含む初期の4作は、オフィシャルサイトのディスコグラフィにも掲載されず、現在では入手困難となっている。 1989年、リードギタリストを募集していたメガデスにダレルが招かれたが、兄のビニーもドラマーとして一緒に加入することを要求したため、加入は実現せず。結局、メガデスはマーティフ・リードマンを新しいリードギタリストとして迎えた。同年、パンテラはアトランティックレコード系列の後こと契約、念願のメジャーレーベルに所属することになった。 1990年7月24日、フィフスアルバム、カウボーイズ・フロム・ヘル・カウボーイズ・フロム・ヘルをリリース。エクソダス、スイサイダル、テンデンシーズとツアーを行う。1991年9月には、モスクワで行われたライブフェスティバル、モンスターズ・オブ・ロックに、メタリカ、AC、DC、ブラック・クローズと共演。1992年2月25日、 シックススアルバム、ベルガーディスプレイオブパワー続枠をリリース、全米チャート44位を記録する。アンセルモによる歌唱は、ハイトーンボイスから力強いハードコア系へと変わり、ギターサウンドもより重いものとなった。セールス面では、ダブルプラチナムを記録し、収録曲の、ウォークや、マウスフォーオー、フキング・ハーストルは、代表曲となった。この時期からダレルは、ダイムバックダレル、レックスは、 レックス・ブラウンと名乗るようになる。同年7月には、初の日本でのライブを行い、その後はブラック・サバスやアイアン・メデンと共に、ヘビーメタルフェスティバル、モンスターズ・オブ・ロックへ出演する。1994年3月22日、セブンス・アルバム、ファー・ビヨンド・ドリブン、ノーサツ・オリリース、全米、ホリで、チャート1位を獲得する。オリジナルジャケットは、 ドリルで肛門を突き刺すというものであったが、規制を受けて、頭蓋骨の頭部をやはりドリルが突き刺すというものへと変更された。5月には、ホワイトゾンビをオープニングアクトに迎え、2度目の来日公演を行った。6月4日には、モンスターズ・オブ・ロックへ出演するが、音楽雑誌ケラングにおける、ビニーのイラスト描写に対する不満をめぐって、ビニーとダレルは、雑誌記者と殴り合いの喧嘩を起こす。 さらに6月末にはアンセルモがライブ中にステージへ上がるファンを止めたガードマンに対して暴行をしたとして起訴される。翌日彼は5000ドルの保釈金を払って保釈された。裁判は3回にわたって延長されたが、1995年3月には彼が謝罪すると共に罪を認め、100時間の地域保守活動を命じられた。1995年アルバム ファービヨンドドリブンからのシングルアイアイムブロークンがバンドとしては初のグラミー賞ベストメタルパフォーマンス部門へのノミネートを獲得するアンセルモが酒とドラッグにのめり込むようになり同時に自身のサイドプロジェクトダウンやスーパージョイントリチュアールに時間を費やすようになったことからアンセルモとアボット兄弟が次第に距離を置くようになる1996年5月7日 エースアルバム、鎌首、ザグレートサザンとレンドキルをリリース。7月13日、アンセルモが、ヘロインの過剰服用により進定し、なんとか一命を取り留めるも、バンドメンバーとの溝がさらに深まる。1997年、ライブアルバム、ライブ教授、オフィシャルライブ101プルーフをリリース。2000年3月14日、結果的に最後のスタジオ版になった。 ナインスアルバム、リーニャベンティングザ・スチール劇鉄をリリース。2001年8月26日、日本のヘビーメタルフェスティバルビースト・フィースト2001にスレイヤーとのダブルヘッドライナーとして出演する。結果的にこれがパンテラの最後のライブとなった。2003年、サイドプロジェクトに注力するアンセルモとパンテラの活動継続を望むアボット兄弟の溝が決定的になり、 解散に至った。2003年、ダイムバック・ダレルとビニー・ポールは、パトリック・ラックマンらと共に、ダメージ・プランというバンドを新たに結成。2004年12月8日、オハイオ州、コロンバスのアルロサビラというナイトクラブで行われた、ダメージ・プランのパフォーマンス中に、ダイムバック・ダレルが観客に射殺される。犯人は、 パンテラの解散の原因が誰々にあると逆恨みしたファンの男でその場で射殺された。2006年、ビニーポールがマット・ベインのメンバーらとヘル・エーというバンドを結成し、翌2007年4月にデビューアルバムをリリース。2010年、カウボーイズ・フロム・ヘルカウボーイズ・フロム・ヘル発売20周年を記念してリマスターされた3枚組デラックスエディションが発売、国内未発売。 2012年、ベルガーディスプレイオブパワー続悪発売20周年を記念してリマスターされたデラックスエディション未発表曲ピス収録が発売。2014年、ファービヨンドドリブン脳卒発売20周年を記念してリマスターされたデラックスエディション CD2 枚組が発売。2018年6月22日、ビニーポールが死去。 54歳であった。1990年代以降のパンテラの特徴としてギターとバスドラムの音が挙げられる。基本的にはエクソダスなどのスラッシュメタルの影響下にあるものだが、さらに極端に過激でありながら聴き心地の良い音を出している。従来スラッシュメタルのギターサウンドではハイゲインのチューブギターアンプが一般的であったが、パンテラは ソリッドステートアンプのランドール RG-100 を使い、それまでのスラッシュメタルよりも切っ先鋭いターリフを刻んでいた。また、ファーマンのパラメトリックイコライザーも重要な役割を担っており、400から 500Hz が持ち上がった中低域の太いギターサウンドもあった。鉄板の上でゴムマリをついたようなとも形容されることがあるバスドラムは、 手数の多い楽曲でも演奏が判別できるように、アタック音が極端に強調された音で、さらにドラムトリガーを使用することにより 50Hz 付近の調停音域を補正、ギターサウンドに負けない強力な存在感のある音になっている。なおこれらの音は、サウンドガーデンやデフトーンズとの仕事でも知られる、プロデューサーのテリーデートと協力して作り上げた。ウトレイジが、 オープニングアクトを務めた今回の来日は、ホワイトゾンビが前座を務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。